よりも南極の方が断然寒いよ。冬の平均気温にはマイナス30度近くの差がある。どうも皆さん、こんにちは、アイワラビです。皆さんお世話になっております、アイワラビだよー。ということで今回フォートナイトやっていくんですけども、皆さん、私ちょっと思ったんですよ。やっぱり最近敵さん強いですよね。このショックウェーブランチャー環境で本当にいろんなスキルが問われると思うんですよ。何を傘開いてるんだ、人が喋ってるのに。いろんなね、スキルがいると思うんですよ。で、そういう環境で、私、超必殺技を思いついてね、この環境に屈することなく強い敵さんに対応できるね、ある技を思いついたんで、そちらを披露しながらソロをビクロ目指して頑張ってやっていこうと思いますんで、皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。僕のチャンネルでは日々ためにもならない動画アップしますんで、大きに目指された方だけチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。まずは開幕ね、安定の僕の大好きなスチーミースタックスに置いてます。てか、僕スチーミースタックスしか置いてないんですけど、あ、新武器ですね、新武器。これマジでクソなんで、新武器マジで。これ、ほんと、ダメ。おーい！おっと、まずはゲッチュリンコしていくグラップラーを。まずこいつがいるんですよね。この私が思いついた必殺技を使うに。このグラップラーがまずいるんですよね。てか、まずちょっと、あ、ありました。噂をすればショットガン。よし、やってみましょう。なんとも言えない武器っすね、これ。いや、マジでよ。まあまあ、白っぽいのにいいんかな、これは。まあ、やってみましょう。アンチ、だから動画撮ってるときね、下に流れるのは何なの？私は別にプレイよりも、楽しくフォートナイトすることをモットーに、私はフォートナイトやっております。まあ、とりあえずね、武器はちゃんと回収して、バンゴリとね、そう、動画撮影中は次第、動画撮影中は次第が大切。大切。バスいらない。皆さんはね、このね、新武器のピストルでね、わー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 言うてると思うんですけども、私は、オリジナルティーあふれる動画をね、作っていきたいと思うんですよ。まあ、果たして強いかどうかわかりませんけどね。レガボー。何言いますか。どこにしよう。ぽーい。コンバットショットガンぽーい。まず主役が揃わない。揃ったー、主役が揃ったーってことでやっていきましょう。そうなんですよ、今回はこのグラップルガンとこのサムネイルで撮ってます、2つですね。このグラップルガンとショックウェーブグレードランチを組み合わせて、私がスーパーなね、必殺技で皆さんにね、フォートナイト、いやー、ソロ勝てないよ、ソロ敵さん強いよ、でも、フォートナイト上手くなりたいよっていう方はね、ちょっとお力添えができればと思いまして、このスーパーな必殺技を私は見せたいと思いますよ。これ本当に強いんですよ、本当に。私考えた時本当にね、もうアインシュタイン超えたんちゃうか思うぐらいね、本当にノーベル賞もんなんですよね。大体ノーベル賞を取るのに対して、ね、このフォートナイト企画でね、タツアイ、ちなみに正直なこと言わせていただいてよろしいですか。この動画を撮ろうと思って、まあまあ撮ってるんはいるんですけども、回復がミニコだけっていうのはすごい心細いでございます、私。大丈夫かな、ビクロに撮れるかな、これでキンポンピー演出が来たらもう引くに引けないんですけど、僕。あ、こういうことですよ、天空ヒグマ落とし、むちゃくちゃ強いでしょこれ。やばいやばいやばい、回復がナッシングベイビー。あー、いや、これはちょっと、アサルトいるかな？いや、でも、本当に回復のこと考えたら、でも、いや、でも、武器乱構成的にも、まあ、でも、ボックスにこもる場合も考えたら、いや、でも、そうか。ごちゃごちゃ、うるさいねん。いや、ショットガンもあるし、いや、リベンジということでね、負けられない戦いがそこにある。まあ、ミドポやったから、あれ、村ポやった、吹っ飛んでたでしょ。ははポジティブーということでやっていきましょう。また、このクソみたいなピストル拾ってもた。これが強いんかどうかは、わかみちゃんですけど。ピストル。音が軽いよね、プラスチック。はい、まずは一つ目、ゲッチュリンコしていく。
みんなピストルを使っている中、僕はわけわからん動画 OK。 みんなピストル使ってる中、僕わけわからん動画 OK。 なんだなんだなんだ、ラマティラマティがいるじゃないか。でこれ拾うんですけどもですよ、グラップ OK。 どこ、センキュー。ショットガンだけで行くか。ちょっとショットガンだけで行ってみるか。この動画2本目やし、まだ回復が2個あった方がいい。これで行きますか。これでちょっといけそうな気がする。ちょっとデカポーティーがあれですけど、ミニポーティーが良かったですけど、ちゃんとねラマちゃんの資材もゲッチュリンクブーストできたんで、やっていきますか。こんな武器欄僕だけじゃないか、そんなの関係ない。 OK。 おは、あなたとコンビニファミリーマート。もうちょっと早く言いますね。あなたとコンビニファミリーマート。まだ足りないですって。もうちょっと早く言いますね。ヒグマ落とし、おピースコントロール、ピースコントロールできてへんわ。ヒグマ落とし、止まらねえ思い、決めていく。これむちゃくちゃ強い、びっくりする。ビビビビビボーンって言って上飛んでると思って、一回多分敵さん上見てるでしょ。でも実際下パーンおるんすよ。むちゃくちゃ強いと思うこれ。え、強くね普通に考えて。いやびっくりしたでしょ今の敵さん。河合町民ヒグマ落としっていいっすね。ヒグマ落とし誰やったっけ。テニスの王子様のあれか、富士か。ヒグマ落とし、あ、よかった。この必殺技の名前コメント欄ですみません、よろしくお願いします。皆さんお世話になっております。この必殺技むちゃくちゃ強いと思う。もうインスタ映え間違いなし。すみません、僕インスタやったことないんですけど、映える、映え映えの映えのすけ。てかラマも拾ってますしね。はい、シールドを満チンにしていく。資材ももうちょっとでフルチンということでやっていきましょう。武器ショットガンしかない。もう軽くショットガン縛りですけどね。まあでもやりたいことは皆さん分かってほしい。武器欄かっこよすぎ。青、紫、金、水色、青。この後アイワナビーは手概念に合うことを知る由もなかった。おかしくね、やってることおかしくない。なんで僕こんなヘイト食らってんの、意味わからん、マジで。いやー、もうやってることえぐい、マジで。マジでやってることえぐい、やってることえぐい。パレットとアサルトの友情コント。ショットガンの弾ないよ。まずはグラップラーをゲッチュリンクしていく。うん、まあいいでしょう。タンク割られてるのにスチーミーはあれか、戦ってる。うん、ここから、これ気づいてないんじゃね、ワンちゃん。動中です、しばらくお待ちください。ノーダメージ、黙れ。いやちょっと火力ないけど行きますか。火力ないけどなんか不安やな、れ場所。
さばいていこう。レバーショナがワンチャンいい。瞬発連射能力は高いよね、ポンプよりもね。キーンポンピーがいいな。扱い慣れてるし。キーンポンピー、あい、わらびちゃん勝ちました。ビク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 ロイということでやっていきましょう。強、マジで強いこれ。キーポンピー2枚目、あいわらびちゃんまあまあ勝ちました。いい感じに戦えておりますね。ありがたい。やっと金ポンピーだ。これは勝ちたい。うますぎる、うますぎる。失礼します。グラップラーの弾数がなくなりました。残り敵さんは1人。最後普通に強いやんけ。チャンネル登録よろしくお願いします。男は黙って囲わずに目力。男は黙って囲わずに目力。グラップラーがないな。全然勝てません。何試合やってんやろ。全然勝てません。いやマジショットガンだけっていうのはな、どうも立ち回りがファンキーモンキーベイビーズになっちゃう。まあ、とりあえずいますか。なんか降りてきてるし遅れて。あ、怖っ。あの変なピストル。やった、モノボンビーだ。おお、危ねえ。
ウラポンピー、アイワナビーちゃん、まあまあ、勝ちもした。ビク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 ロイしていそう。今思ったけど、さっきアサルトブワー撃たれてたところ、ケツ張ればよかった。頭回ってなかった。ん？マジ？これはアンチ行った方がよろしいですよ。めっちゃ危なっかしい、めっちゃ危なっかしい。もう肉を取りたくて焦ってる。あ、キンポンピー、あいわみちゃん勝ちました。ビク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 ロイ。インポンピー、アイワリちゃん勝ちました。グラップルガンがない。キンスカー、どんどん武器が勝ちもしていく。マッキンキン、グラップラーがない。この人も金ポンピー、コアミちゃん。いやマジでグラップラーがない。いってやば、アンチ行こう。サンキュー、グラップラー持ってない。センキュー。いやぜひよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。やっと勝てた。ぜひ皆さんご視聴誠にありがとうございました。センキュー。